JR 東日本 DD19 系ディーゼル機関車。DD19 系ディーゼル機関車。DD19 型ディーゼル機関車は、かつて、東日本旅客鉄道、JR 東日本に在籍したロータリー式、除雪用ディーゼル機関車である。1983年。 昭和58年に DD17 型として一両が DD51 系ディーゼル機関車からの改造によって製作され、1991年、平成3年に標準機への改め機改造が行われて DD19 型となった。後継車両の投入に伴い、2008年、平成20年に運用を終了した。当時、ロータリー除雪車の標準型となっていた。 DD14 型ディーゼル機関車は2機の DMF31SB-R ディーゼル機関 500PS-1500RPM を搭載し、そのうち1機を除雪用、もう1機を走行用として使用することにより単独で排雪列車として運行することが可能な設計となっていたが、実際には排雪能力の不足や運行速度等の面から単独で使用されることは ほとんどなく、後部に DD13 型ディーゼル機関車やでー系ディーゼル機関車を後押し用補助機関車、補機として連結するか、同型の DD14 型を背中合わせに連結する、背向き重連とし、本向きの2機の機関出力を全て排泄に使用するという機関車に両運転がほとんどであった。 排泄列車が常時機関車2両で運行されるのは運行費用や整備費用等の経費面から見ても経済的とは言えないため機関車1両で 1000PS 級の除雪能力を持ちなおかつ自走可能という DD14 タセム機重連並みの性能を持つ車両が望まれていた d d 十三型ディーゼル機関車はほぼ同等の性能を持っているが年度時点で 登場から17年経過していて設計外こと、大型機関2機によるに 200PS 除雪対応のために機器が大型化していて扱いづらく、また DD14 型の置き換え用としては過剰性能であったこと、そして設計に起因する手術の不都合まじ、運用で明らかになっていたことから DD53 型の追加製造には至らなかった。当時の日本国有鉄道、 国鉄の財務状況に鑑みると、車両投入費用は極力抑制しかったことなどもあり、そこで当時余剰になっていた DD51 型を活用して、その507号機、1966年3月15日、三菱重工業製を高取工場で改造して1983年3月29日に落成したのが DD17 系、DD171 である。 台車、機関、ブレーキ部品、電気部品など機器の大半は種車のものを採用し、液体変速機にはロータリー用出力軸を増設する改造を行っている。種車の軸重可変装置14トン、15トンの可変は省略され、軸重は14トンに固定された。2機の機関は常に1機を除雪用、もう1機を走行用として使用する。なお、 無接機の走行では、機関の冷却性能の関係で、機関一機のみにより運転される。両頭式であるため、誤歩機は連結することができず、DD14 型や DD53 型のように、走行専用の誤歩機を連結して、次期の機関に機とも、排泄用に振り向けることはできない。また、除雪作業中の機関故障といった緊急時には、機関一機で走行と除雪装置の駆動を行うことも、 可能であった。車体は前方見通しの確保や透設状況の確認などの検知から箱型の両運転台式車体を申請した。前頭車から除雪制御を行う DD53 型と異なり、機関車本体から除雪制御も行うため、運転台、除雪操作台の位置を高くしている。外反塗色は運転室手すり。 踏み段の白色を除いて、朱色四4号の一色に塗装された。車体両端には一軸先台車を備えた着脱式のロータリー式除雪装置がリンク装置により取り付けられる。この除雪装置は DD14 型の除雪装置をもとに改良された新設計のもので、機関車全長や機関の違いに合わせて寸法と透設軸の変速機を変更。d d 型では、 投雪方向が左右に方向のみに限られていたものを、投雪口を回転式として、投雪方向の選択範囲を240度まで拡大し、住宅地などにおける前方投雪や、軌道脇への接近投雪、トンネル入り口直前における斜め後方への投雪を可能としたほか、かき寄せ車の羽形状や、投雪用羽車の枚数、DD14 型の翼に対し、 性能比較のため1単速は6翼、2単速は5翼として製造されたなどの各部にも、種々の改良が施されている。DD17 型は老朽化した DD14 型初期車の置き換え用として登場したが、その後の降雪量の減少による、排雪列車の運転頻度の低下や、1980年代半ばに、ローカル線の配線が相次いだことによる置き換え用の減少。 DD14 型初期車の巡限のため、結局一両のみの改造に止まっている。この一両イコール DD17-1 は、郡山機関区、1987年3月より、郡山運転所、同4月 JR 東日本に、昇景、1990年12月より、郡山運輸区に配置され、1984年1月には、 大宇本線福島駅米沢駅間の板や峠で初の運用に投入されたが、その直後に大沢駅、関根駅間で除雪作業中に脱線、一度は復旧したものの、峠駅大沢駅間でも脱線事故を起こし、結果的に福島駅米沢駅間を約10時間復通にした。事故後整備され、脱線対策としての除雪装置の重量配分や、 大車軸バネの改修を経た後は、主に、藍津若松運転区、1989年3月より、藍津若松運輸区に駐在して、万越再線や、ただ線などの除雪に用いられていたが、1991年の、大本線改め記事に、DD19 型へと再改造され、形式消滅した。 王宇本線の福島駅山形駅間では1992年よりミニ新幹線方式による山形新幹線が運行されることになり、それに伴う同区間の標準期への改め期、1991年11月に合わせて DD17-1 は1991年秋に改め期改造を施行し、1992年1月31日付で DD19 系へ、 DD191 へと形式変更された。主な改造点は標準機の台車を申請し、狂気台車から交換されたことである。これにより、外観において種車の DD51 型から引き継いだ部分はほぼなくなった。改造後は、山形運転所1992年7月より山形電車区2004年4月より山形車両センターに配置され、 主に福島駅米沢駅間の板谷峠越駅間の除雪に使用された。ロータリー車は特に降雪量の多い時にしか出動しないため、実際の使用頻度はごく少なかったが、大雪の時の切り札として山形新幹線の陶器の運行を守る役目を担った。DD17 型への最初の改造から25年が経過して老朽化が進んだことと後継として、 動力車操縦者運転免許の不要な保線機械扱いの除雪車用インアセン系モーターカーが収益したため本形式はラッセル式の DD18 系ディーゼル機関車と共に2007年冬季の終了2008年春をもって運用を離脱し同年9月8日付で廃車された楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください